ビザはアメリカが州国カリフォルニア州に本社を置き世界的な決済技術を提供している会社である。クレジットカードを柱とする決済手段の国際ブランドを運営する。1958年にバンクオブアメリカ、バンカメがバンクアメリカードを設立したことから始まり、後にベイクへと社名とブランド名を変更。それを1976年にビザに変更。 これが現在の社名、ブランド名である。2008年にニューヨーク証券取引所に上場している。なお、詐称とは関係ない。古いビザのロゴマークに配色されている青と金はバンクオブアメリカが設立されたルーツであるカリフォルニア州の青い空と金色の丘を意味している。ビザのロゴマークは小売店などでカードを受け入れる表示として広く使われてきた。 ヨーロッパ、特にフランスではビザのロゴマークが表示されていてもローカルなカードしか受け入れない小売店も多くあった。2005年春から今まで親しまれてきた古いビザ木マークから新たに発行されているカードやビザのサイト、小売店の掲示などで見られる新しいタイプのビザマークに変えている。トレードマークである旗を変更するのはこれが初めてである。 カードや店頭に表示されている新しいロゴはシンプルなデザインになった。オレンジ色の部位で始まり、あとは青色の文字で示され、背景は白字であることが多いが背景そのものがなく、青色の文字部分が白色になっているものもある。三井住友ビザプラチナカード千番クボレット等。2014年、さらにロゴの変更が行われた。カードのロゴはビザの文字全体が グラデーションのかかった青色に変更され、ボルトの字にあった黄色のアクセントはなくなった。一方、加盟店のアクセプタンスマークは、青と黄のストライプの間に、ビザの文字が入る初期のロゴに近いデザインに変更された。1984年から、ビザカードは、カード番号か4桁の箇所に、鳩のマークのホログラムが入ったカードに変更され、始めた。これは二造防止など、 セキュリティ対策のために実施された。本物のカードのホログラムならば三次元に見える。ホログラムの対策が実行されると、ビザのロゴマークも右になり、ホログラムと並列になっている。なお、ゴールドカード向けに、金色のホログラムシールも提供されている。カードの外観は制限はあるが、発行会社のカスタマイズを2005年3月から許している。これは、 同年秋からのマスターカードにおいても同様である。大部分のビザカードは、さらなる偽造変造防止対策として、ブラックライトの下でもハトマークと、ビザマークが浮かび上がるようにしている。2005年の新基準では、ホログラムをカード裏面に配置したり、スキミング防止策のために、磁気ストライプの上に、ホロマグネットストライプ、通称ホロマグしたりすることができるようになったが、 発行ものカード会社のポスレジが古すぎるために途中からどの方式を採用するかはカード発行会社によるものになったがゴールド、プラチナ、インフィニティのランク別カードにはホロマグネットストライプが施され差別感が新規ユーザーから高まっているホロマグの欠点は通常の磁気ストライプに比べ加盟店の旧式ポスレジで読み取りに不具合が 生じやすいことが挙げられる。なお、ANA ビザカードやビザデビットは当初ホロマグタイプのカーで発行されたが、後には普通の磁気ストライプとホログラムの組み合わせに切り替わっている。ビザはカードの発行その他のサービスを提供せず、ビザからライセンス権利を得た業者が自身の会員に提供する。カードは後払いのクレジットカード、即時払いのデビットカード、 預け払いのプリペイドカードをラインナップしている。古いカードでは、クレジットカードの番号が13桁、4桁から3桁から3桁から3桁のものが存在していたこともあった。クレジットカードとしては、次の種類のものが発行されている。デビットカードとしては、日本の場合、ビザデビットカードが発行されている。利用する際に、引き落とし口座の残高を確認する必要があるという。 特性上、インプリンタでの処理を避けさせるために、エンボス処理はされていない。しかし、預金残高を超えても信用紹介、オーソリゼーションが取れてしまうことはない。発行期間による建て替え問題が解消していないと、経済誌、在店2009年1月号が報じた。建て替えサービスは、実際、2008年7月規定の変更後から、始まっている。世界では、 取扱い高が2006年9月末時点で2兆5、0米ドルに達し、クレジットカードの取扱い高2兆米ドルを上回っている。日本では、駿河銀行が、駿河ビザデビットカードを、楽天銀行が、楽天銀行、ビザデビットカード、ゴールドカードも含むをそれぞれ発行しているほか、ジャパンネット銀行は、株主がヤフージャパンになってから、 JNB ビザデビットを取り扱っている。また、ソニー銀行では、ソニーバンクボレットを発行している。2011年、平成23年5月25日より、大手銀行では初めてリソナ銀行が、リソナビザデビットカード、JMB の受付を開始した。カードを発行しないものとして、JNB ビザデビットカードレスがある。また、三井住友銀行も、 口座開設者向けに SMBC デビットの名称でビザデビットカードを発行している。カードへ入金することによって海外に設置されている ATM を利用して現地通貨として引き出したりショッピングを利用したりすることができるものである。日本では JTB、トラベルバンクより上とクレディセゾンが発行している。有効期限の間であれば再入金によって 繰り返し海外で出勤ができる。日本ではトラベレックスジャパンがインターペイメントサービスズリミテッドの発行するキャッシュパスポートを取り扱っていたが2010年3月31日をもって停止している。クレディセゾンとドラッグストアチェーンのここからファインの中核企業であるここからファインヘルスケアが共同で発行するポイント機能付けビザプリペイドカード。 実店舗で使用できるビザプリペイドカードは日本国内初である。ここからファインヘルスケアのグループ店舗、ここからファイン正常ドラッグセガ紙ジップドラッグ来訪と薬のすずらん薬のこだまなどや世界中のビザ加盟での買い物に利用できるが ATM での現地通貨引き出しは使用できない。ソフトバンクと T ポイントが提携したビザプリペイドカード。 ビザプリペイドとしても使えるが、T ポイントカードとしても使える。日本発便、スポンサーシップマイナスプログラムマネージャーモデルによる、ビザプリペイドカード。クレディセゾンと、アルピコグループのスーパーマーケットデリシアが共同で、発行するポイント機能付けビザプリペイドカード。現金によるチャージは、デリシア U パレット店頭、及び82銀行の ATM で行い、 クレジットカードからのチャージも可能。ピコカポイントは、デリシア・ユーパレットの他に、ピコカ加盟店でも貯めることができ、ピコカ加盟店での買い物券や、グリーンスタンプのカタログ商品などに引き換えることができるが、ビザ加盟店での支払いは、ピコカポイント加算対象外。ライフカード、V プリカ、バニラビザなど、ポサカードとして販売されているものを含めた、ビザプリペイドが存在する。 日本において展開する小払い非接触決済である。ビザペイウェイブとの互換性はない。次の3社が対応している。2014年6月末でほとんどのサービスは終了したが、ビザタッチを全面導入していた一部のスーパーマーケット等では2015年現在でも決済が可能である。2004年にビザアジアパシフィックが独自に開始したサービス。 アジアだけに展開された非接触決済である。ビザタッチとの互換性はない。現在は口述するビザペイウェイブ、ビザコンタクトラスに事実上吸収されている。イムブ使用準拠非接触型決済サービス。救命はビザペイウェイブ。日本ではビザのタッチ決済。2007年9月サービス開始。全世界的に展開されている。ビザタッチとの互換性はない。 日本ではビザタッチが先行して導入されていた関係からサービス開始が遅れ、当初日本市場では使用不可能であった。2013年よりリコモのスマートフォンで海外でのみ、本格的にサービスを死した。日本国内では2016年1月27日より、ミ市に SBI ネット銀行がペイウェイブ機能の付与されたキャッシュカードの取扱いを開始した。 4月1日からは、北国銀行、2017年には三井住友銀行、リソナホールディングス参加の各行でも取扱いを開始。2018年12月現在、日本国内で利用が可能な店舗は、マクドナルド、ローソン、イケア、ファイテンのほか、ツタヤ、表参道ヒルズ、関西国際空港、メガネストア、東京空港交通、リムジンバスなど、 加盟店が広がっている。インターネット上のビザ決済における保安強化のための認証システムである。このシステムには、ベラファイドバイ、ビザのマークがある。従来ネット決済は、カード番号と有効期限、英文氏名といった県面にも表示されている、内容だけで可能な場合があるため、なりすまし購入の問題があった。そこで、カード暗証番号とも異なる。 認証用パスワードの入力も同時に必要とすることでネット上においても本人確認がより実行的な形でできるようにしたものである。ビザからライセンス権利を得た業者がビザブランドのクレジットカードの発行や加盟店に関する業務を行っている。日本国内でビザから直接ライセンスの供与を受けてビザカードを発行している会社プリンシパルメンバーは 次の通りである。これ以外の会社が発行している。ビザカードは以下のいずれかと提携して、加盟店開放によるライセンスの供与を受けた上で発行している。日本においてビザブランドの加盟店に関する業務を行うビザカード加盟店契約会社プリンシパルメンバーは次の通りである。その旅ビザは2007年から32年まで FIFA 公式パートナー、 オリンピック・パラリンピックのワールドワイドパートナーとしても指定されている。いずれも W 杯関連、逸話中継の際にも CM が流される。ビザカード派の安倍と現金決済派の小倉が共演するという設定の CM であった。この CM が放映されていた時期に、東海旅客鉄道の緑の窓口で一般クレジットカードの取り扱いが開始され。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。